静岡第一市範学校は、第二次世界大戦中の1943年に、静岡県に設置された市範学校である。本校は、静岡県静岡市範学校、静岡県女子市範学校などの前身諸校を含めて、記述する。旧、静岡市範学校、編集明治11年頃の、静岡市範学校と静岡中学校、静岡人情、市範学校、 静岡県人情市販学校。編集明治29年頃の、静岡県市販学校静岡県市販学校、静岡県静岡市販学校、編集昭和5年頃の、静岡県静岡市販学校、静岡県女子市販学校、編集静岡第一市販学校、編集静岡県静岡市販、学校静岡県女子市販学校管理静岡大、 一市販学校静岡第一市販、学校男子部前身の静岡県、静岡市販学校から引き継いだ、寸布城内の高地を使用したが、1945年6月の空襲で全焼した。第二次世界大戦後の1945年9月、女子部と共に、岩田郡岩田町見つけか塚の旧陸軍、通信学校後に移転したが、間もなく、 新中軍命令で退去を余儀なくされた。1946年2月から県内数カ所に分散して授業を継続した後、1947年5月に静岡市ソロクの三菱重工業工場跡地に移転した。1948年10月には寸布城内の旧陸軍東海第25部隊跡に移転した。更新の新生静岡大学教育学部は、 全身諸校のコーチを引き継いで発足し、静岡本校は、駿府城内の旧陸軍東海大25部隊跡に置かれた。1950年6月、教育学部静岡本校は、静岡市より提供を受けた静岡市大岩の新コーチに移転した。大岩コーチは1970年に大谷地区に移転するまで使用された。1 9 4五年六月空襲までの旧コーチは、 現在は、静岡大学教育学部付属静岡小学校、道中学校、私立旧地中学校によって使用されている。静岡第一市範学校女子部前身の静岡県女子市範学校から引き継いだ、静岡市屈谷のコーチを使用したが、1945年6月の空襲で、兵と同窓会記念館を残して全焼した。 第二次世界大戦後の1945年9月、男子部と共に、岩田軍岩田町三つ家か塚の旧陸軍、通信学校後に移転したが、間もなく、新中軍命令で退去を余儀なくされた。1945年12月からは、大洋附属校でもあった静岡市、千代田国民学校を借用して、授業を継続し、1947年4月に、 三島市の旧陸軍東海大70部隊跡に移転した。三島コーチは、後進の新生静岡大学教育学部に継承され、三島教場となった。三島教場は1952年3月で廃止され、静岡本校に統合された。ありがとうございます。